皆さんおはようございます。大川です。今日はですね、見てください、アップルパークからお届けしております。まあこれからですね、新しい製品の発表があるということで、まあ、今1時間ほどここで待機するんですけれども、まあ、アップルパークの様子をですね、今日はこのカメラでお届けしたいなと思っております。まあ、いろんなね、クリエイターさんの、まあ、普段使ってるアプリとか、いろんなね、お話も含めてお届けできたらと思ってますので、よろしくお願いします。それでは行きましょう。お願いします。RK さんです。ペペロンチーノ。iPhone の中にある一番なんか必要不可欠なアプリって RK さんにとって何ですか？カメラじゃないですか。うわ、確かにそうだ。これしかないですか？いや、さすがです。ありがとうございます。いや、 SNS に上げない写真こそ本当の写真です。最高です。おそく。Yeah. Yeah. What is the most essential app on your phone? Lightroom for me. Lightroom? Lightroom.To-do-is or Notion? Both. Yeah. Good. Thank you. ありがとう。How about you, Yusuke? カメラアップ。カメラアップ。もう本当になんか宇宙船みたいな。やばいね。このフィッシャーレンズがめっちゃ相性いい。Hey, Nicholas. Hey, long time no see. Hi, Sara. How's it going? So, can I ask a question? So, what is the most essential app? Kernel, which is my app.Oh, great. 今自分は Notion ですね。Notion AI っていうのをプラスしてるので、自分のメモをChatGPT のデータベースみたいにして AI が処理してくれるんですよ。やっぱ Notion はもうインフラっすね。そう。I'd say probably the notes. Right. How about you? For me, the camera. I'm always using the camera. Always shooting videos, so it's the camera. Essential. こんな感じ。えぐい。本当にこの建物、柱が一本もない。美しい。めちゃくちゃ綺麗です。すごすぎる。時間になったら、ここで本当に多くの人がスティーブ・ジョブズ・シアターに、まあ、下っていくと。そのシーンをお届けします、後で。I think camera must be amazing. Camera. Because I'm a photographer. Essential. You agree with me. Great. Okay, where from? Saudi Arabia. Saudi Arabia. What is the most essential app on your iPhone? Camera. Camera. Thank you so much. Yeah. Instagram. Exactly. Okay, one more. Q app. Thank you. You are my best friend. You can use that. Yeah. I guess the YouTube app. YouTube. Nice.より一層人が増えてきました。やばい。ああ。なんか最初このガラスができた時って、もう透明すぎてここに衝突するスタッフの方がね、いたらしい。特にさ、天気がいいんで、なおなんてだろう、気づかないよね、このガラスが。で、ここがスティーブ・ジョブズ・シアターで、これからイベントが行われる場所なんだけど、で、あっちが本社、みんなが働いてる場所ですね。I'm YK and I'm from Singapore. Settings. Because you need settings to change all the settings. Yeah. Wow. This is my first time. I want to say camera, but RK stole my idea, so... No, he's my idea. フォトグラファーたちです。YouTube. So, yeah, YouTube.It's the app that I use most, and you know, I practice what I preach, should we say. Nice, thank you. You're welcome. アセレブラと仲間。なにこれ。これがアップルイベントのつながり。本当に世界中のクリエイターがつながる機会がここにあります。Hey, let's go, Abdel! Go! Get the best seat! Yes, ずらずらとみんな下に向かってますね。これも急がなきゃ。3年連続で来てるけど、やっぱり上がりますね。うおー、来たー。アップルイベントがもう少しで始まります。楽しみ。おそらくアップルインテリジェンスじゃないかと。お、来たー、ティム・クックさん。うおー、グッドモーニング。グッドモーニング。 Welcome to the Steve Jobs Theater. We appreciate that so many of you have traveled from all over the world to be with us this morningIn fact, we have people here from over 30 countries.
And today is without a doubt our biggest event of the year. So let's get on with the show. Yeah. いやー使いましたね。行きますか。 A few moments later. はい、終わりましたということで、ここでこれから製品が触れるといろいろ撮っていきたいと思います。忙しい。こちらが新しい iPhone 16 Pro です。すごい人です。わーお、すごいぞ。 120fps 4K で、これはマーカスさんも仕事してます。前でめっちゃ撮ってます。レッド、Amazing. はい、ようやく撮影し終わりました。めちゃくちゃ疲れた。やばい。今からバスに乗ってホテルに帰ります。 Two hours later. はい、もうね、先ほどアップルイベント終わって速攻撮影してきました。 It's like Disneyland. It really is. It's very immersive. Yeah, immersive, exactly. 本当に綺麗、やばすぎる。半端ない。そしてちょっと暑くなってきた。はい、ブリーフィング終わって今戻ってます。ビジターセンター来ました。アップルパークの隣にあるビジターセンターです。要は誰でも来れる場所ですね。こちらがアップルのビジターセンター。シンプルにアップルストアですね。多分限定プロダクトかな。めっちゃ可愛い。アップル好きにはたまんない。これはいやー、ブルーアワーです。もう暗くなってしまいました。ちょっとノイズ結構出てると思うんですけど、見てください皆さん、これ、この景色、感動でしょ、感動。